タイヤスペシャルステージソニークラシック、まずお名前聞いてよろしいですか。芝垣宗義です。はい、こちらの参加されている車なんですけども、これ車種は何なんでしょうか。トヨタの DE27 っていう車で、トレノっていうのとレヴィンっていう2種類あるんですけども、そのレヴィンっていうのがレヴィンっていうと確かカローラになるんですか。そうですね、はい、失礼しました。カローラレヴィンっていう、はい、ね、あのオーナーさんはあのやはり車の型式とかっていうのをねすごくあの伝えたいとだと思うんですけども、このカローラ、これはもうあれですか、今日本ではもうほとんど走ってない車ですよね。ですね。でもあの一応現存するこういうクラシックカーではですね、このカローラって結構たくさん残ってまして、はい、その中でも僕の車が一番、まあ、できないのかな、自画自賛ですけど、はい、あ、じゃあ一番程度がいいと、はい、まあ、第一メンバーが一番その古い車なんかではね命なのでね、大概クラッシュしたりすると前が壊れるんですけど、この車ノークラッシュ、無事故の車です。あ、すごい程度が良くて、まあ、日本に数少なく残ってるんですけども、その中でも一番程度がいいと、はい、一番程度がいいと思います。あの車自体は何かこうチューニングのポイントとかっていうのは何かされてるんですか、自慢のポイントというか。この車は僕は昔そのラリーしてた時に、まあ、若い若年の25、6の時に現役で乗ってた車なんですね。あ、はい、あの乗ってたというか乗ってた車と同じ形の車ということで、ここ5年か6年前に仕入れまして、モンテカルロラリーのクラシック部門というのが出たんですね。それ1回使っただけでずっと置いてありましたから。あのちなみにですね、この車のこのカラーリング、この色っていうのは当時のオリジナルの色になるんですか。もちろんあのこれオレンジ、ちょっとあの茶色い色ですけども、オレンジ色ともう一つはモスグリーンって2種類あります、はい、ノーマルのカラーが、そのうちのこのオレンジが1種類です。なるほど。ちょっとあの室内とか、その辺もちょっと気になりますんで、ちょっと見させてもらっていいですか。続いて室内になるんですけども、あのまず目立つこのメーターなんですけども、これは何なんですか。これはあのコードライバーという、まあ、僕あのメインのドライバーは僕なんですけど、はい、あのラリーのもう一人乗るんですね、はい、その人が見るパネルで、丸い方が一応時計、はい、で時計も大型になっていて針があるのが秒針、はい、でデジタルで表示されているのが時間と分です。ああ、これはもう全部が時計なんですね。で、いやいや、あの右側 あの2つのトリップになっているのはあれが距離計ですよね。はい、一つは全体 の全コースの距離を測って、一つはコマズ通りに1回1回あー取り付けて0クリアして使うようなものです、はい、なるほど。じゃあこれはあの助手席で、あのナビをつけてもらえる人が確認するメーターというですね、はい、まあ、夜はあの暗いのでね、ラリーは夜中ちょっと走ってたんですよ。今は昼間ですけども、夜は暗いのでやっぱりあの量が命なので、ね、何秒何秒っていうのが分かるように量だけが、じゃあやっぱりこの現役時代で使ってたそのものが今この状態で、そうですね、もう現役のままつけてあります、はい、あとまあロールバーとかですね、あのリアシートとかもすごいあの綺麗な状態で ありますけど、これももう当時のものそのままということですか。そうですね、昔のままの、まあ、あの今はロールゲージっていって前にすぐもこうバーが来るんですけど、はい、まあ、昔はあの3点式とか4点式のロールバーでラリーできましたから、はい、そのものの復元をしています。あのとにかくすごくあの綺麗な印象を受けますね、はい、続いてエンジンルーム、見させてもらってるんですけども、このエンジンとかその辺は、ノーマルでしょうか。そうですね、基本的にはノーマルなんですけども、この吸気系は、まあ、トレックスはノーマルですが、トレックスの先 のエアフィルターみたいなところはあの元のノーマルではない。あ、なるほど、はい、吸い込みやすくしてあります、はい。この輝いているこのステンの、もう一つはこのエクゾストマイ、あのマニホールドですけども、はい、これも昔のノーマルは鋳物でできてたんですよ、はい、鉄の。これはエクゾストパイプでできたんですに交換してあります。このエンジンの型式とかというのは全然よくわからないんですけど、これは何型になるんですか。 2TG という形式になりまして、はい、T 型エンジン、トヨタのですね、はい、T 型エンジン 1100cc のトヨタのエンジンの発展系で、DOH、あ、じゃあ排気量は 1100cc っていう、元へすいません、その1100から成長して今これは 1600cc、 あ、なるほど、排気量あります、はい。あとあの、まあ、エンジンルームもそうなんですけど、フロント周りのこの目立つこのフォグランプというんですか、これもそのやはりそのあれですか、ラリーを意識した
必要になっているということですか。そうですね、さっきも申し上げましたけども、ラリーは大概夜するもんでしたから、はい、ライトと補助ランプというのは非常に重要なんです。あ、なるほどね。特にこれはスポットライトって言いますけど、はい、広く照らすんじゃなくて一部分を遠くまで照らせるような。あ、なるほど、ね、ハイスピードの時に非常に有利です。あ、なるほど。とにかくすごく綺麗な状態が維持されているので、すごく見ていてもすごい分かりやすいエンジンルームだなというふうに感じますね。そうですね、今の車はもう全部パネルが貼られててエンジンは見えないですけど、昔の車っていうのはこういう車です。排ガスももちろんこれ規制なってない前の車ですから、実に単純ですね。自分たちでエンジンを下ろして、はい、自分たちでチューニングしてきてた時代なんですが、今はもうそうは話してなるほどですね。やっぱりそういった楽しみながら車を運動してもらってるんだと思うんですけども、この車に来てその驚きの部分であったりとか、こういう発見の部分っていうのは何かありますか。今は大概の車が FF になりましたから、この車は FR っていうかフロントエンジンのリアドライブ、はい、ですからドリフトっていうのは結構簡単にできるんですね。なるほどですね。 FF ですと結構難しいんですけど、はいはい、これは結構ドリフトができやすい、ダートでも舗装でもそうですが、運転はやっぱりオーバースティアなんですから運転しやすい。そういった部分では振り回せてすごく楽しい車だっていうことですね。わかりました。今日こんな形で紹介させてもらいました。どうもありがとうございました。